川内町は、徳島県徳島市にある地名。1955年に、旧、川内村が、同市に編入した。なお、川内町一帯を、川内地区という、徳島県の北東、徳島市の北部に位置する。四国三郎で有名な吉野川と今切れ川の間に、ある。大神町や伊野郡の町と同じ、徳島市外の郊外にあたる機能を持った地域である。 ジャストシステムや大塚製薬など大手の企業が本社や本部を置いている。川内町の中心部には国道11号が通っており、多くの郊外型の店が並んでいる。その他の地域では、完静な住宅地と田畑が広がっており、南海地震の避難所の用途を兼ねたマンションが点在している。近年では道路建設が進みつつある。 農業では、レンコンや、サツマイモの栽培が盛んであり、特に、サツマイモはなると、金時ブランドの指定地域となっている。町内には、人形浄瑠璃で有名な阿波十郎兵衛屋敷や、市内有数の海水浴場である、小松海岸、四国三郎で有名な吉野川など、多くの観光スポットがある。南側には、吉野川が流れ、対岸には、微山と市街を望む。 川内町内には、その吉野川の支流である江ノ木瀬恵川と宮島江子川があり、町内を蛇行しながら流れている。北側には今切れ川が流れており、それより北は松手芸町、北島町になる。阿波十郎兵衛屋敷小松海岸。ありがとうございます。